ました。すいませんでした。130番線でしたもんね。まあ深夜ねやれるのはやっぱ土日、まあ金土日、金土日、金土ですね。金曜日と土曜日だけになると思うんで、ちょっとやっぱね、あと次の日午前中が休みとかいう日はねできるんですけど。いや、ロナウドは獲得できるんですかね。こっちのが契約金値切れるから楽だとは思うけどな。そうですね、ライトサイドしてません。他の差がつくシリーズと比べると楽だとは思います。ではね、試合の方いきましょう。まあ、山崎ナビスコカップの方はね、今のところ1位なんでね、グループステージ。まあ、リーグ戦の方もね、なんとか、まあ、10位付近で、今シーズン終えたいと思います。さて、やってきました、天敵です。前回3対1で負けたんですよね。ホンダも獲得できたらいいですけどね。まあ行きましょう。まあ一応ね、今決まってるメンバーで行きたいと思います。試合を見ましょう。いや、ガンバ強いんですよ。さて、始まって早々、ちょっと待ってくださいよ。これは行くのか。今何くらいなんだい。今11位ですね。あのリーグ戦はね、今これ山崎ナビスコカップなんでまた別ですね。そうですね、スケットブランチは、ハラーラがね、ハラーラを獲得します。やばいな、攻められてんな。佐々木優太か。うわ、上条ナイスセーブ。前半戦落ち着いていきたいところですね。いけるやろ。わかりません。まあ新しいシステムが機能すればいいんですけどね。さて、右サイド崩していきます。真ん中に上げてきた、トラップしてシュート、ゴール柿谷ゴール、ジーニアスということで、八木さんいらっしゃいません。柿谷じゃない、宇佐美だった、すいませんでした。柿谷だと思ってました、すいませんでした。ブラボーです、ゴールです、すいませんでした、宇佐美でした。あー、ヒョードルさんいらっしゃいません。ちょっとマジかよ。あら、すいませんでした。いや、しかも取られちゃいました。一瞬で取り返されました。さて、こちらの攻めうまく機能してほしい。止めろ。オッケー、行け、行くんだ鈴木。何してんだ、頼むよ。ファールファールファール。和光徳で横浜 F マリノスさんいらっしゃいません。単独和光徳で184番さんいらっしゃいません。抱っこしてということで、私は抱っこしません。しかもジャンクマンさんじゃありませんということで、185番さんいらっしゃいません。ちょっと待って、キーパー上条。ああ、ああ、これリーグ戦じゃありません。これは山崎ナビスコカップです。神ということで202番さんいらっしゃいません。頼むぞ。調子はね、まあ、今負けてますけど大丈夫ですよ。私はね、このチーム、まずい、またか。 J1 は上がりましたよ。今日は一応ね、3時間予定です。うわー、ということで、松さんいらっしゃいません。214番さんいらっしゃいません。217番さんもいらっしゃいません。コミュニティの参加ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ちょっと負けてるんですけど、皆さん、上条はまだスランプじゃありません。ちょっとここは変えましょう。これは 33-4 関係ないです。阪神関係ないのです。230番セールしません。ちょっと待ってよ、これはちょっとここ変えよう。そんなことないです。この状況は毎春を入れるべきだ。いくぞ。そんなことで世界は取れないぞ。いきます。3対1です。まあね、ガンバとは相性がすごい悪いんですよね。頼むぞ、いけるか。頼むぞ、ここから追いつこう、追いつこう。ガンバとは非常に相性が悪くて、今まであんまり勝っててないんで。ハラハラゴール、やりました。よしよしよし、3対2、3対2、いくぞいくぞ。諦めませんよ、毎週が最後決めますから。頼むぞ、ハラハラ頼む。うわ、止めろ止めろ止めろ、止めてくれ止めてくれ止めてくれ。おーしよしよし、上条、おーしよし、ここで最後決めろ。
いけるか、いけるか、頼むぞ、毎春だ、毎春だ。右サイド、北半、シュート打て、シュート、ゴール、ガガガガガガール、やりました。DJ 来ましたよ、これ。289番さんいらっしゃいません。ごちそうまで、これ、戦術的に、最後どうする、どうする、どうする、どうする。ちょっと待ってくれ。ここ、ラスト TJ。ちょっと待って、どうする。ここは柿谷入れてみるか。柿谷入れてみるか。頼むぞ。ラスト決めてくれ。ラスト決めてくれ。いけいけいけ。ラスト決めろ。当たり先金の勝ち点ですよ。315番さんいらっしゃいません。うわぁ、変わって早々。イエローカード、柿谷。頼むぞ。落ち着いた方がいい。了解。3対3、3対3。オフサイド、オフサイド。来た、来た、ラスト、来た。左サイドがシュート、あー、ガキタニ、ガキタニ。花ほじということで、花ほじのご来場、いつもありがとうございます。というわけで、329番さんいらっしゃいませ。あー、いや、しかし、惜しい。これは惜しかったぞ。いやー、残念。今1位じゃないかな、両サイレーションさん。今1位ですね。はい。こんばんは、ということで、338番サイレーションさん。やりました、皆さん。これで多分、いや、ギリギリでしたね。これで、あ、そうですね。これで、我がチームが、一応グループリーグ突破は決定かな、多分2位以上だったような気がするんで。はい。これで確定ですね。ライムさんいらっしゃいません。一つよしないということで、こちらこそよろしくお願いします。よしよしよし。ハラハラすごかったですね。ハラハラはね、わからないんですよね。ちょっと。よしよしよし。鳥取がね、謎に強いんですよね。よし、じゃあ行きましょう。得失点差あるし、首位突破確定的。あ、そうか。ワンヒンケルが秘蔵5連勝を終えました。どうだ、なんか取ったか。お試しコース、来い、来い、なんかつけ。あー、つかなかった、何もつかなかった。まあしょうがない、いつの間にか強くなった。そうですね、その通りです。ハラーラだけ異常に年俸が高いんでね。よし、1位だけなのかな。いや、1位だけか。あ、違う違う違う、あ、違う違う違う、あのこれは山崎ナビスコカップなんでのグループリーグなんですよ。だから決勝トーナメントに、行けるのはまた別なんで、でその決勝トーナメントで1位になったチームが、あ、そうなんだ、グループリーグの1位だけね。了解了解、ありがとうございます。じゃあ1位か。じゃあまだ確定じゃないんだ。行こう、行きます。試合でいいよね。まあハラハラちょっとね、金取り虫なんですけど、頑張っていきたいと思います。いや、ハラハラどうしようかな。和骨大好きということで、ビジネスさんいらっしゃいませ。さて、柏レース、うわー来た、わかりました、気を引き締めていきましょう。柏レーソルか。あ、わかりました、了解です。多分大丈夫かな。わー、柏レーソル今ない。お、ビリちょっとビリだ。ちょっと和骨ということで、389番さんいらっしゃいません。どうしたこの失点数。1位大宮なんですよ。夢みたいな話ですけどね。まあ、このメンツか、まあ、ガンバと浦和が入ってないから、まあ、今の現実とは少し違う感じかな。行きましょう。と思うんですけどね、一勝しかしてませんから、多分勝てるんじゃないかなと、私思っておりますが、どうなんでしょうか。ちょっとファールダメよ、ファールダメ。ちょ、危ない危ない。大宮 J2 ならさすがに上位じゃないっけ、ということで。そうですね、TJ のせいなの。そんなことないですよ。宇佐美選手が中に切り込んでいきます。右サイドから崩していく展開。ここは、トラップしてファンヒンケル。左サイドにいるのは TJ だ。TJ がボールを持った。シュートか？あーっと、これは、キーパーキャッチ。頼むぞ、続き。
さて原原がボールを中盤にキープ。ここでドリブルで2人をかわしていく。パスを出す。トップに入っているのは誰だ。これはおっと原原ゴール。よし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 、中盤でね、作ってそのままねゴール前に走り込むという素晴らしい機動力を見せてもらいました。原原ゴールです。よしいいぞ、ブラボーですよ。このまま勝ってほしいところ。相手の攻撃のね、あ、宇佐美です。さて中盤からボールを出して10番はファンヒンケル、左サイド柿谷ゴール。宇佐美バイエルゴールです。よしよしよし、これは勝てる、これは勝てる。いいぞいいぞ、ブラボーですよ。いやーうちのチームね J1 昇格初年度なんですが、あ、これは原原のねフリーキックがちょっと外れしまいました。宇佐美ですよ、宇佐美です、宇佐美。さて前半終了して2対0、圧倒的な、力を見せつけております。アウェーにもかかわらずサポーターの選手、あ、人々はですね、結構多く駆けつけてもらったんじゃないでしょうか。原原もいいですよ、活躍してます。さておっとここはうまい形で裏に抜け出した、フリーだ。阿部のシュートは外れました。そうですね、育成交代しときましょう。この原原を売りに出すのか、来シーズン。いや原原ね、まあ、キープしても大丈夫っぽいですね、このままいけば。でお金が貯まったら柴崎をレンタル席に出したいんですよね、私の中では。はい、ワコブラボーということで小倉キャップ再来しません、でミドルシュートを狙え、積極的にシュート、よし行きましょう。相当、あ、大津がいる、大津が。原原は、完全に取った選手ですよ、無所属からね取った選手です、一応ね紹介された選手なんですよね、ジロラモさんに紹介してもらった選手です。おっとこぼれた球、おー危ない。いや大津ね、大津って一回海外行きましたよね、やばい、これやばいぞ。和骨ということで464番サイドしません、うわー入れられちゃった。ペンロかバチノビッチって誰だよ。ということで467番サイドしません、ブラボーじゃないですよ、入れられたんですよ、ボルシアにもいた、あ、そうなんだ。464番線、467番線でしません。まあまあまあ。まあ、そうですね、コネ入団みたいなもんですね。473番線でしません。いや、でもこれ、すごいな。10位だ。OK、上がってきた。1個上がった順位が。よしよしよし。浦和が落ちてきたぞ。まあ、本当はね、しょうがない。まだマイナス1だからな。そうですね、一桁に入っていきたい。そうですね、今のところはいい感じです。粛清者系のサイレンします。注意で激しい攻め気合いか。そうね、結構真ん中ぐらいにいっぱい選手がいるね。お、肉体改造、お、いいね、めっちゃ伸びた。やっぱね、フォワードいいっすね。ハラハラ、あとフォワード上がってますよ、だいぶ。変なおじさんね、すぐに取られることはないですね。まあハラハラうちのチームで保有しとってもいいな。ワコワコです。 J1 昇格1年目から検討してますね。そうですね、可愛くない、フォワード獲得。そんなこと言うなよ。486番サイレンしますね。ちょ、ハラハラ、ハラハラはこれ拒否にしとこう。よし、オッケー。今本物のサッカーの試合をテレビで見てる。あ、本当ですか。今日どこの試合やってんだろう、サッカー。ちょっとわかんないけど、いくらぐらいにしてんだろう。今いくらじゃない、今何の試合してんだろう、サッカーの試合。え、ちょっと可愛いと思うんだけど。あ、なでしこか。ハラハラ占い方台ね、ハラハラ占い方にしましたよ。あ、来ました。ちょっと待てよ、
リンク上げるの忘れないでね。わかりました。11月ですよね。で、なでしことニュージーランド、何気に鳥取強敵。なでしことニュージーランド。これ、ちょっと待てよ。これで負けたとしても7点差で負けなければ大丈夫。 OK、 よし、これで1位突破確定でしょう。行きましょう。いや、ガイナーレ意外と強いんですよね。このね、外国人フォワード2人がいるんですよ。マークナーとかいう謎の選手が、ね、いるんで、その選手が相当強いです。しかし、うちの攻撃が最初にね、始まりました。右サイド TJ、 このクロスはちょっと長いか。服部もいますよ、服部も。あ、そうなんだ。あ、ファール、続きがイエローカード。外国人に押し込まれるの多いよね。そうなんですよね、外国の選手はやっぱね、得点感覚が優れてる選手多いんでね。頼むぞ、いけ TJ、 前半のうちに1点取っとこう。いけ、よしよしよし、ゴール TJ、 ゴールです。打ちたいな、しません。よしよしよし、いいぞ。いやー、今ね、スポルティングにいるね、 TJ なんですけど、私はね、 TJ 代表に呼ばれるレベルだと思うんですよね。正直ね、いい選手だと思ってます。あっと、まさか、あということで、522番サイドしません。ちょっとマジかよ。TJ 欲しいけどな。マークナーは多分関係ない選手。ちょっといられちゃいましたね。 OK、 OK、 すごい速攻で入れた。宇佐美がちょっとすごいな、今日は取ったら取り返せ、それがうちの力だ。ブラボー島尻。やったぞやったぞ。こんばんは、差がつく久々ですかってことで、そのことないですよ、毎日のようにほぼやってます。543番セレッション、押し行くぞ。ナビスコカップ優勝しましょう。ナビスコカップ優勝とか相当嬉しいけどな。押し、後半行きましょう。宇佐美安定してきたね、だいぶね。おっと、これファールじゃない、頼むよ。おっと、惜しいな。続くか、9番ハラーナはね、イタリアの選手ですね。ワコ続くで551番サイドしません。ワコのサッカーやろうぜということで、いらっしゃいませ。ツナマロサイドしません。これはすごい連携だ、細かいつなぎ、そのままシュート、ゴール、ブラボーというわけで、取ったら取り返す、倍返しだということで、555番サイドしません。よし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 、 TJ もいいぞ今日。いや違います、お金がないからです。私のチームは J1 上がってすぐなんでね。すごいな、この展開。ギティーラーですよ。そう、 TJ 結構いい選手になってるんですよ今。いや、上条は素晴らしい。そうね、 TJ もう一回伸ばすイベント起こしたいね。うん、あ、選手交代しよう。そうそう、 OK、 ハラハラが一人で行った。おし、いいぞ、ハラハラ。宇佐美は実際にいる選手、今ガンバ大阪、もともとバイエルンに移籍してた選手、ドイツでね、一番大きなビッグクラブ、バイエルミュンヘンにいたのが宇佐美ですよ。ゴールですよ、最高ですよ。よしよし、鈴木変えとこう、で柿谷と変えて、で柴崎、ハラハラオリジナル選手か。よし、そうですね、まあでもね、2人ともね、レベル1なんでね、プレイスタイルがね、そこをレベル2にしときたいんですよ。やべ、阿部がやっちまった、阿部が危ない危ない危ない。まあ本当はね、ハラハラにはそれぐらい頑張ってほしいんですけどね。でも阿部のミックスじゃないですよ、阿部選手ちょっとね。よし、ここでただ入れとこう。で、毎週は諦めたくないですよ。フリーキック頼むよ、止めて。オッケーオッケーオッケー。そうなんですよね、調子が出てくるとすごいんですけどね。お、あ、ここでタイムアップですね。よしよしよし、いいぞいいぞ。負けられない俺
もカードもらわないとは僕です。1位ですよ。ということで女子高生のあふれる三つ字をジロジロ見る僕エジルさえの詳細、ブラボー塩谷は塩島尻の味方ですということで613番さえの詳細、よしよし1位ですよ皆さん。余裕ですよ。よし、これで放映権が手に入りますからね。きたきた、山崎ナビスコカップのグループリーグが終了しました。私のスクラブは1位で予選を通過しました。本大会でも頑張りましょう。よしよし、なお今回の結果を受けて成長の糸口を掴んだ選手がいる。よしよしよし、いいぞ、いいねいいね、いいね、よしよし、拍手の方ありがとうございます。お、どうした、原原選手は最近の活躍でレギュラーと呼べる存在になりましたね。オッケーオッケーオッケー、どんどん伸びてくれ。原原も若いんですよ実は。あれちょっと TTJ 橋も3位らしもさ、おいちょちょ天狗が出た、天狗が出たぞーですよ。やばいぞやばいぞ、天狗来たよ、すぐ天狗になるんですよ。監督さん、なんかよっすか、調子に乗るのは大概にせえ。あすいません、何か気に触るようなことを俺したっすかって言ってますね。天狗は和骨ということで657番さえらしません。そうなんだ、楽しみですね。よし、オッケーオッケー。いやすごいな、今月へ負けなしか。あでもガンバとだ、次ガンバとだ。あーやばいな、ほんとそうですよ。でもね TJ さんね、あの一時調子乗ってたんですけど、スポルティングでは本当にね、あのレギュラーポジション争いが非常に激しくなってて、結構ね本当に当確戦場みたいなところにいるんですよね。だから頑張ればもしかしたらね来年レギュラーになるかもしれないですよ。そんなことありえるんですかね。673番さえらしません。じゃあ行きましょう、まあ、お金が入ってからちょっと素直ですよ、まあ、一応2億3000万以上が、確定した時点で秘蔵っ子練習ねちょっと TJ にしていきたいと思います。よしよしよし、お金が欲しいね、お金が欲しいですね。今日はねガンバ大阪との一戦なんで1万人以上の、今日は大好きはやりたいですけどね、そういう人いるんですかね。まあ後でちょっと聞いてみましょう。こんばんはということで、こんばんは、夏香さんいらっしゃいません、爆肉亭しょぼ太郎さんいらっしゃいません。最低3億あればいい、そうですね、そうそうそう、まあスポルティングってもともとそういうチームなんですよね。違約金がね相当高く設定されてるんですよね。こんばんはということで、こんばんは、683番さんいらっしゃいません。で、行きましょう。ホンダね、お金があればね、取るんだけどね。いや、この前、3対3ですからね。イグノを抑えれればどうにかなるんですけどね。サカツクでお金の大切さを感じるなんて。結構、サカツクはね、そういうとこあるんだね。やばい、ラインコントロール、ラインコントロール。マジか、これはキーパー出てこい。よし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 。やばい、いいぞいいぞ。サカツクってね、なんかこうサッカーチームの監督になるというよりは、GM ジェネラルマネージャーになる感じなんでね、お金の管理も相当大事なんですよ。結構いい感じだな、これもしかしたら前半1対0で折り返せるかも。ダメか、0-0か。ブーイング来なければいいか。そうね、ブーイングがちょっと恐ろしい。でも両チームのサポーターとも結構観客入ってるからね。そうね、相手のゴールキーパーも、やばい、アドリアーノ出てきたよ、アドリアーノ、違うアドリアーノだけど、お金の管理が大事。そうっすね、チャンス来ないかな、頼む、うわーダメか、いけるか、宇佐美やってくれ、宇佐美。坂津くはそうっすね、ジェネラルマネージャーの方が偉いですね、監督より。梶懐かしい、そうっすね、梶選手いますよ、元日本代表。
あ、ここは交代するか。流れを変えに行こう。やばい、マジか。止めろよ止めろよ止めろよ、止めてくれ。あー、わー、明神、しかも明神、お前なんでガンバ移籍したんだよ。くそ、柏にいろよお前は。いや、明神、大明神ですよ。ちょ待てよ、どうしよう。この時間に笑、 TJ が花、あと天狗の TJ 出しちゃったからかな。柏に謝って笑わら、ワンチャンある。いや、わからん、前春入れてみよう。終わった、最後に前春入れて天狗寺、前春来た、頼む。自転車を電源風へ笑わら、前春頑張って、一瞬で終わるかな。ダメか、ダメでしたね、負けちゃいました。ガンバは強いからな。そうですね、柿谷もね、いいんですけど。いや、間違って出しちゃった。うわー、13位まで落ちちゃったよ。いっぱいが重すぎる。1回も光らず。あ、でもえ、どうした FC 東京、3勝しかしてね。厳しいね、3勝しかしてね。これ13位からしたら相当差があるから大丈夫だぞ。これ鳥取はね、謎に強いんだよ。よしよしよし、鳥取強いんですよ。13位以降はちょっと差がありますよ。これ次は広島だよ。そうか、広島か、困ったな。そうかな、お金が早く入ってほしいな。山崎ナビスコアップも始まってほしいしな。逆に考えよう、新人もすぐ上げられるって、うん、TJ 落ち着いた、 TJ 落ち着いたよ、面接したからね。監督のポケットマネー足しとこう。いや無理です、あ、30万ぐらいだったら大丈夫だけどさ。おお、来たか、うわー来たー、ちょっと待ってくれ。うわー、これマジなメンツじゃん。ちょっと待ってくれ、マジなメンツ来たぞお前ら。マジなメンツで来やがった。これ、これは勝てないかもしれないな。ゴールキーパーが控えてた。西川じゃなかったのかな。お、あ、ダメか。ミキッチはいい選手ですよね、まあ、結構年齢がちょっといっちゃったからね。西川ベンチか。うわー、うますぎわ、おた。ヒサト、ちょっと手加減してよ。でも高津田とタヌキがやばいんだよね。そうなんすよね。監督は敗者だったんですか。敗者じゃないですよ。ズドン、ヒサトが暴れる、弓の色かぶってる。うわー、やばいやばいやばい、ちょっと、ちょっと、あー、ちょっと、ちょっと、ヒサトさん。広島ゴールパとして欲しいな、わらわら。ワンサイドゲーム、ちょっと、お前ら吉田運動場で練習しとけばええんや。お前ら、久々に来てきたんですけどね、これダメなパターンですね。いや、強いのはしょうがないけどさ。やばい、塩谷、お前ら塩谷、ちょっと故郷に錦を飾るんじゃねえよ。ちょっと待って、どうする。あー、どうするどうする。これ多分退場になっちゃうから変えとこう。で、安定のイエローコレクター、今日は島尻の観戦と海外スト4観戦で忙しいグルーム、今日もカードゲット暴れました。塩谷、今日も元気にカードゲット、安定の塩谷。これ安定の塩谷じゃ困るんだよ。さすがっす、イエローなんていつものことやん。攻撃的に行くよ。マジで、まさか決めちゃうのか。カード職人、危ない危ない危ない。カード職人じゃないですよ、カードキャプチャー塩谷でもないです。行くぞ、頼むよ。一回でもいいからチャンス作って。ちょっとこれがサンフレッチェの強さか。うわー、また佐藤だよ。ちょっとハットトリックじゃん。まあ、ヒサトはいいけどさ。ハット、わらわら。それはまあ、ヒサトはしょうがないよ。わらわら、前半で、サブ、
ハットトリック前半で取られちゃったよ。ハットトリックおめでとう、わら。サンフレッシュ強いな。強いんすよ。わら、いいのかよ。前瞬、まさか。もうこれはわらわら。え、今左サイド展開 TJ 来た、来たと違う、前瞬ゴール。僕たちは毎週を諦めない。来ました。諦められません、やはり。この男を諦めるわけにはいかない。調子いいぞ。もう攻撃的にしよう。そう、恩返しゴールですよ。前春はね、あの広島ユース出身の選手なんだね。あ、もう変えられない。もう変えられないという現実。そうね、まだ時間はある。ハラハラこっちなそうで。いや、試合も諦めませんよ。ちょっと待ってくださいよ。こんばんは、皆さん、叫びすぎ、笑。ちょっと待ってよ、押していくぞ。ということで、842番サイドしますね。そうか、3枚買いしちゃったんだ。おつでありますってことで、848番サイドしますね。そうね、レッド期待だ。やばい、ちょっと。あかん。オーケー。なんかうちのチームがボール運んでるシーンを見ないんだが、どういうことだ。やばい、ミキッチ、違うか。オッケー、危ない。どうする、もうずっとあそこまでボール持ってって、あ、ファールかよ。ちょっと待ってください、どうしよう、これカウンターしかないな。いや、これどうする。ちょっともう34ミキッチだっけ、14ミキッチだったような気がするけどな、違ったかな。よし、もうこれでいこう、しょうがない。監督が当たったしてどうする。いや、そうですね、落ち着いていきましょう。まあ、これでいけるはずです。わこつ、ひさとにボコられてる感じですか。あ、見切っちゃうと。ピッチ全体なんだね。ということで、わこつひさとにボコられてる感じ、その通り、ハットトリックされちゃった。857番サイドしません。毎春、まさか毎春ゴー。僕らは毎春を諦めない。これはちょっとマジで感動するレベル。うわぁ、ちょっと待って、感動するな、これ。うわぁ、これもう1点取ったらちょっとすごかったけど。うわぁ、うわ、かっこいいなぁ、これ。844番線にしません。よし、まあ、試合は負けちゃったけど、ね、毎春で、いやー、これ涙なしには語れないっすよ。まあ、そうっすけど。ドローじゃないんだよ。ドローじゃねえんだよ、お前ら。なあ、この前の試合で思ったが、俺たちコンビネーションが悪いよな、つってる。豪徳と、そうだな、このままじゃまずいよな。上条と豪徳が連携がアップするのかな。いいぞ。よし。でもよかったね。そうかな。まあ、豪徳ね、一応残留できたんですよね。居残り練習ですよ。1.5倍じゃないの。いや、違いますよ。いや、それだったらいいんですけどね。お、1000まで上がった。1000何歩だったっけ。1800か。あ、そうなんだ、了解です。上条は神レベルのキーパーらしい。よし、7月だ。しかもあれですからね、なんだ、選手として活躍する期間も伸びてますからね。そうね、その通りだね。どうしようかな。古巣に得点は3倍の得点でいいのでか。私もそれでいいんですけどね。フレンドリーマッチ、チャレンジカップ、5000万円入るのか。これ出とっか。トライアル出たいね。出よ。で、フレンドリーマッチで
餃子ある。34歳くらいで円熟期に入るはずだから、35歳までは成長かな。餃子あれ。なるほどね。そういうことか。じゃあ一応これでいいや。で、面談して、いやあとトライアルカップ勝てばいいんだけどね。餃子あれはしょうがないですよ。もう絶対これ最終的に経なんだ選手、いい選手を取ってくるんだよ。いや、いい選手取ってくるんだよ。やばいやばいやばい。やばいやばい、ちょっと不満を。やべえ、あ、上条が、ちょっと。前半終了か。前半戦が終了。上条が落ちた代表から。あ、これインターナショナルカップってことワールドカップ。ワールドカップ始まる。ワールドカップ、3人、やべえ。うちのメインが。ということで、926番サイルしません。やばいぞ。937番サイルしません。ちょっと。わかりました。いや、上条は取られなかったけどよかったけど。まずいな。ちょっと待てよ。で、上条抜かれなかっただけまだなんとかと思ったが、ムフ3人は厳しい。中盤が、うわ、ポアだー。ハラハラも持ってかれ。ハラハラ、ちょっと待って。聞いてない聞いてない、ちょっと待ってくれ。これは聞いてないぞ、ちょっと。これは終わったんじゃないか、これ。いや、終わったぞ、これ。ヒンケルはどうにか。やばいなまずいな。そうなんですよ。どうしよう。1、2、3、4、5。あ、1、2、3、4。やばい、1人ゴールキーパーユースから上げるしかない。いや、ユース上げるのね、上がるの次の月なんですよ。いやー、981番さん、980番さんでしません。ゴールキーパーを使わないといけないことになってしまう、これは。そうか、了解。じゃあ上げよう。今日11人切る招集はしない気がする。試合できなくなる。ちょ、フィードプレイヤーが足りない。ちょ待って、でも移籍交渉するにしてもお金が。グクフィールド、わら、相原トップでいいよ。どうしよう。グクを2人にしよう。10人目のフィールドプレイヤーがグク。でも翌月まで入れない。ユースで行こう。ディフェンスにグクやらせてるぞ。たまにキーパーをトップしたで。こいつあげるか。少数精鋭がアダになった。こいつあげよう。もうしょうがない。こいつあげて。監督が出れないじゃん。絶好小島だよ。小島、小坂もあげよう。ここあげるか。もうここあげよう全部で。長谷部取ってグクやらせるか。ここ18歳組全部あげよう。よし。そして売るんでしょ。まあ売るリストには入れるけどな。よし、オッケー。で、人身売買の時間だ。これで、移籍オファーで、あ、これ後で。金の卵たち。よしよし、金の卵たち。売るにしても実際試合に出て活躍してれば高くなるのかな。そうそうそう、それはあるんで。小島じゃないよ、小島だよ。小島監督じゃありません。来年の1月大量移籍へ。よし、これでオッケー。で、和子監督で森ちゃんさえいらっしゃいません。で、で試合だ。まあとりあえず餃子アレとの一戦だ。困ったなぁ、ほんと。違います、森ちゃんさえいらっしゃいません。小島、まあアンジャッシュの小島さんもいますけど。ヨーロッパだとはお互い人身売買システムが完成してるからな。そうね。相手にジークフリートいるからな。ジークフリートいるんですよね。ジークフリートちょっと。広島カープみたいな経営方法ですね。いや、これね、恐ろしい選手がいるんですよ、一人。これ、その名を知らぬ者はいない。世界を虜にするであろうフォワード、こいつがいるんですよね。これやばいな。
あーやばいな、いろいろまずいな。誰これ？架空選手なんですけど。変なおじさんじゃん。なんで極東にいるんですかね。ハラハラと背番号一緒だ、わら。栃木のスカウト優秀やな、わら。バケモン、香川もおるやん、わらわら。しかしもう油香川、あれ違う香川なんですよ。ということで、1028番セレッションさ、あれは違う香川なんでいいんですけど、こうするしかないな。で、そうなんだ。すごいな。こうするか。3バックにしたらええんちゃう？決闘イレブン、細かい、来年は白尻一体。いやー、こここうするしかないな。和子監督、遅くなったんじゃ。いや、いける、これでいこう。新しいシステムですか？いや、違います。ちょっと選手がだいぶ抜けちゃいました、今代表戦でね。ということで、対戦でしょ、もそれ。うちのチームの攻撃からだ。いいぞ。ということで、福谷に挟まる福山雅治さん、いらっしゃいませ。広島市民球場さんもいらっしゃいませ。ワンチャンス、ワンチャンス。頼むよ。オッケー、よしよしよし。相原は決めないでしょう。柿谷がゴールしました。ジュニアス。よしよしよし。まあ、まあこれは別にね、フレンドリーマッチなんで、そんなに熱くならなくていいですよ。大丈夫です、大丈夫です。まあでもまあ勝ちたいよね、せめて。キーパー2人の実力見せてやれ。ダメか。そうね、ディフェンダーがどうしても薄い印象。ねえ、そうなんですよね。香川修二郎。違いますね、違う香川ですよ。偽香川ですね。栃木の交渉術なんなんだ、マジ枕でもやらせんのかよ。あー、ジークリード来た。ジークリードだ。そうですね、ユニはもう本当レネ・ジークリード。これひどいな、こんなの。神ディフェンス、神ディフェンスです。かっけー名前だ。これはドイツの英雄。お、来た。毎週ダメか。余裕でしたね。やっぱ攻撃が強いな。またジークリードが。これで7連勝さすがにありやん。そうっすね。いや、餃子相当ですよ。多分 U 字工事のねギャラから多分出てるんだと思いますよ。ジークね呼びたいんだけどね。うわー、きついな。うわー、いられちゃった。ベルトネラーの生まれ変わりみたいな。いや、なんかそんな感じみたいよ。なんかそのとりあえずドイツ、うん、これ違う香川なんだけどね。しょうがない、もうメンバーがメンバーだからしょうがない。ちょっとあれにしようか、フォワード変えてみようか。うわっ、塩谷。さてここで問題です。どちらがどういうチームでしょう。塩谷、これで戦うんだよね。大丈夫か、わらわら。またか、わら。コレクター、わらわら。こいつ安定しすぎだろ。わらわら。黄色いユニ香川。フレンドリーマッチでもカードゲット。そしてフレンドリーにカードゲット。餃子は芸人すら入れてないからな。さすがです。ここでも集めるのか。これはひどい。困るのが早い。よし、これでいこう。いや、相原で点取るしかないか。うわぁ、うわぁ、キーパートップにしました。1096万サイルしません。いや、高さ生かしたいね。いやー、でもこれびっくりだな。まあ、中盤の選手にいい選手揃えてる。あ、やばい、早くしちゃってる。オッケーオッケーオッケー。 PK ゴールキーパーにイエローカード。うん、代表に捉えちゃった。1100万サイレーションもせ。これもしかして11番ってことは。ああ、危ない、怖かった。よしよしよし。毎春毎春来た。ジーニアスじゃないよ、毎春だよ。ジーニアスは8番だ、柿谷。
毎週諦めない。いや、逆境に強い選手ですからね。これで控え登場だけど。毎週がすごい。うわー、ここまで一人で行ったのに。諦めないでほしい。追いついて。うわー、ここまで一人で行くのに。ちょっと毎週があそこまで一人で行くんだけどな。うわー、何今の。ちょっとマルセールルーレットやめてよ。うわー、うまいな。ジークリードとポワダの顔が似てる。確かにな。いやー、うまいな。うまいな。餃子あれ化け物チームになってきましたよ。せめてメンバーが揃ってたらいいんだけどな。お、これは、あー惜しい。ファンヒンケル、ハットトリックしてきた。ジークリード、宇佐美頼む、いけ、ゴールしろ。ちょ、お前マジか。柿谷、餃子 J1 でも勝てるでしょこのメンツなら。マジかよ今のラスト。これやばいわ。どうだ、俺たちのクラブの力見たべか。 J リーグのクラブに引けを取らねえぞ。そうね、ワグトークということで固定ハンバーグさんいらっしゃいませ。これうち、お、宇佐美、お、これもしかして、あ、レネ・ジークフリードはジークフリート・ヘルトっていう元ドイツ代表のフォワードで、ドイツ代表監督だった人がモデルの選手なんだ。あ、そうなんだ。いいな。宇佐美代表じゃないんですよ、このゲーム内では。そうみたいですよ。モデルの選手はいるみたい。で、一応に天皇杯とかで、ね、よく J のチーム負けそうになりますよね。高校生とかにも負けそうになることありましたもんね。一船だったっけ、横浜 F マリノスに勝ちそうになりましたよね。まあでも強いチームはね、おい、勝ってましたね、オーストラリアに。お金さえあればね、いいんですけど。お金さえあればいいんですけどね。頼む、レベル2。これレベル2、あ、レベル3か。覚醒練習させよう、ちょっと待ってね。あ、そうなんだ、了解。よし、代表負けてる。アルジェリア。アルジェリアに負けるのか今。アルジェリア強いもんね、そういえば。で、ただか。で、オーストラリア撃破したのにアルジェリア。そうですね。頭元の唾取りたい。この時のアルジェリアって監督ハリルじゃねえ。あ、そうか、アルジェリア、そう、ハリル・ホジッチ、その通りだ。1167番さんいらっしゃいません。まあ今このゲーム内の年数としては2016年なんで、まあ一応日本にハリルはいないといけないんですけど、ハリルは2014年。うん、そうですね。ボランチは確かに少々多いんですよ。アルジェリアはフランスの二軍みたいなもんだからポテンシャルすごいよ。そうですよね。まあもともとはフランスの二軍みたいな扱いだったんで。今2016年なのか。そうですね、このゲームの中では2016ですね。毎春な、もう少し伸びてほしいんだけどな。ヒンケル、スクエアパスで毎春がレベル2なんだよな。で、毎春のこのプレイスタイルってトリックスターだから、ちょっと待ってね、これちょっとネットのサイト見ないと分かんないんで、ちょっと待ってね。
とトリックスターは砂浜ダッシュコーンドリブル、砂浜ダッシュでいこう。いやドリブルでいこうか、コーンドリブルにしようか。よし、これでいこう。よし頼むぞ。なでしこ勝った、なでしこ勝った、よかったな。よしこれで準万端で、貴族子は今できないから、個人休業で毎週は休ましとく。よし頼むぞ。うわー、このせっかく出たのにな、このなんとか、ま、カップなんとかカップ、トライアルカップ、やっぱ沢さん持ってます。ブラジル、うわー、ってことはどうなったの代表戦。ちょっと待って、これこれ多分ワールドカップなんですよ。ワールドカップなんですよ。ちょっと待ってよ、クラブじゃないんだよ。1勝2敗か。違うな、あ、これ J リーグしか載ってないや。まあいいや。いやいや、ユースはね、別にいいんすよ、正直。ユースは、ただ単に、空きが出た時に、はい、入れるようなんで。クラブ外情報か。コミテの参加ね、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ちょっとね、トイレ行かせてください。すいません。ちょっとベガルタの選手、見といてください。あ、柳沢選手いますね。コミテの参加ね、ありがとうございます。ちょっとだけトイレ行ってきます。すいません。監督トイレに行ったよ。タクンとあんまり成長しないんだな。ヤンヨンキ。キモジー、メガルタ仙台。今はいない選手が多い、わらわら。赤峰仙台帰ればいいのにな。くぐく、くぐく、くぐく。監督のハイドロカノン、ブッシャー。関口、仙台打つんだわ。枠監督、関口とは何だったのか。監督の泥遊び。これ最新作じゃないよね。ですよ、どこ行った。タイトル見ていただければ、トイレ、いつ前、トイレです。いつ前、トイレかい、わらわら。トイレ、だい、はよこい。はよ、だいかしょうか。はい、帰ってきました。おそらくだい、はい、というわけで、誰かいらっしゃいませ、すいません。サカツク8よりも私は7方がいいと思って7やってますよね。うん、はい、コミテオさんがね、ありがとうございます。おいこらということで、1221番さんいらっしゃいませ、ありがとうございます。最新作よりこっちの方が面白いけどね。うん、なお手は洗ってないのよ。手は洗ってきましたよ。よし、じゃあ行きましょう。洗いました、洗いました、もちろん洗いましたよ。すいませんでした、トイレ行ってました。じゃあ流しました。もちろん流しましたよ。全体やっつけましょう、わら。アントニオイノキがいる。おぉ、出吹いた、出吹きましたよ。花子さんに会った、またやってんのかい。やってますよ、もちろん。で、これどうしようかな。最新作はどうしてああなってしまったのか。わかんない。レジスタになれないとか。人数。これしょうがないな。最近便が硬すぎて出ません。そうなんだ。8だね。最新作はどうなって、どうしてああなってしまったんだろうというね。ということで、1234番さんいらっしゃいませ。
で、毎春ここでヒンケルここ。監督モナを食べていいですか？うん？この顔ぶれならいつごらんって不可避じゃない？モナを食べていいですよ。バレーさえらしません。そうなんですよね。よはということで、戦略43番さえらしません。弁が硬い方はね、まあ普通にそうですね、私も7が一番好きなんですよ、そうですね。ということで、1248番さんいらっしゃいませ、1249番さんもいらっしゃいませ。他のね、サイトの広告はやめてくださいね。バニアオンリーさんいらっしゃいませ。よし、 OK、 いきましょう。これしかない、これしかないんですよ。しょうがないですね。じゃあ行きましょう。ナイスデイシロ NG した方がいい。でもまあどうせ嫌よなんでね、 NG してもしょうがないんでね。まあ行きましょう。で、試合開始です。ダブルボランチで行くのか。そうですね、ダブルボランチあのじゃない方がいい。やっぱ こっちの方がいいか。でこうするか。前旬よりこっちがいいか。よし、じゃあこれでいこう。頼むよ。いきましょう。もうパワープレイ必死で。確かにそうかもしれないね。よし、こっちの攻撃からだ。いいぞ。なに、お前そんな高度なことを。相原ゴールキーパーっすよ。いや、カップ戦のメンバー下げすぎっていうか、日本代表に取られてるからな。ユウマサイの人もさ、しょうがないよね。こっちは下げる気なくてもね、下げざるを得ないんですよ。まあそうですね、でもまあ今日はちょっとメンバーがいないっていうことだね。代表に取られすぎてるんで、メンバー頼むぞ上条。いや、これで勝ったらいいな。頼むぞ、宇佐美。いいぞ。OK! 自慢じゃないよ、全然。全然自慢じゃないから。ワクワクティンティン、ワクティンティン、監督どうということで、ただいまフレンドリーマッチ終わって、今、トライアルカップってやつに出てますよ。ということで、1269番サイレンしません。頼むぞ。塩谷、お前ってやつは、ま、お前柳沢だ、柳沢だ。累積はまあこれ違うカップ戦なんでないんですけど、わー、今年、去年か引退したのかな柳沢淳。ダメダメ、ちょっと次の試合やばいぞこれ、10人だ次の試合から。これダメだ。どうする？もうしょうがない、これでいくしかない。もう悪循環すぎるこれ。カード好きすぎだろあいつ。おしおしおし、毎週頼む。いや、もう一回毎週頼む。毎週光って、うわー逆か、ダメかなこれ。頼むよ。あ、キバ、オッケー、ワンチャンスにかけよう、ワンチャンスに。来た来た来た、頼むよ、頼む、頼む。うわー、今これね、5年目かな、5年目、4年目で昇格して5年目の J1、 初めての J1。 うわーきついな、うわーきつい、危ない、外してくれた。3連打、これもダメだな。
ああ負けちゃった。まあでもよかった負けて負けてよかったっておかしいけど、負けてよかったわ。塩谷終わっとんなこいつ。いや、10人でも大丈夫なんですけど、確か8人を切ったら負けなのかな。塩谷ひどすぎるわ。まあしょうがない。だから私が昔中学校の時かな、市の大会とかで、もともと9人のサッカーチームとかいました、ありましたからね。いや本当それですよ。和平さんいらっしゃいませ。だから試合する前から11対9とかありえるんでね、全然。うん、合宿に行ってればなーってことで、先生も22%いらっしゃいませ。そうなんですよね。本日のコレクションの枚数何枚？いやもう、ま、集めすぎっすよ。まだ合宿の方が良かったね。いや本当ですね。まあでも合宿はお金が飛ぶんでね、それを考えるとこれで良かったんじゃないかなと私は思っております。塩谷くん、デート指導室に来てください。もうダメだな、こいつ伸びねえな。よし、サポ1000人超えてる。サポは1000人超えてますよ。よし、覚醒練習で相原曲げとこう。頼むぞ。で、行こう。まあこれ多分ワールドカップはもう本大会を、あ、なんか怒ってる。おい、そこ真面目にやれ。なんだ柿谷か。柿谷どうした。まさかお前天狗じゃないだろうな。どうしたって、こんな練習いくらやってもどうせ試合に出られないし、怪我をしても損ですからね。自分のペースでやらせてもらいますよ。やばいやばいやばい、こんなイベント聞いてない。ブラボー島人、今強くなってる途中ですね。1331番セールしません。これバーゼル角田に、おいおい、確かに今は試合に使ってやれる機会は少ないかもしれないが、だからって練習もしない選手を試合で使うことは絶対ないぞ。そうですか、そうですよね。あ、何これ、監督さんの考えは分かりました。すいません、頑張って練習します。見ていてください。不満が解消、不満解消しましたよ。で、よしよしよし、いやでもね、どうする。でもまあお金があればね、チェスカにレンタル席させてもいいかなと思ってるんですよね。試合出たい、しょぼん、スキル、サブ管理が得意とかのイベント。あ、そうなんだ。というか、いやでも先生も45万サイラしません。こんばんは、情緒不安定かきだみアベルサイラしません。そうですね、情緒不安定ですね。っていうかトライアルカップ出てたじゃないか。お、来た来た来た、うちのユース陣が、うちのユース陣が来ましたよ。なんか顔がリアルだな、怖いな。ちょっと、おー、サブ管理が得意、サブレイニー、増援増援です、増援。お前18歳でその髪型はやばいな。金のなる木や金のなる木が来ましたよ。で、来年売られるかと思うとまあ、全部20番台、20番台は全員売られる選手にしよう。はい、広告の方ありがとうございます。島尻サポさんということでありがとうございます。差がつく配信です。スポーツ好きな人はぜひ来てくれねということでありがとうございます。ありがとうございます。広告の方ありがとうございます。ありがとうございます。よし、頑張っていきましょう。で、OK、広告の方ね、ありがとうございます。人身売買は来年ですね、来年の1月か2月になると思いますよ。で、甲骨の方もね、皆さんありがとうございます。で、12番使っちゃう系なんすね、このチーム。使っちゃう系ですね。あ、もう設定できねえな。京都人数少ないな、川崎が多いな。これダービーマッチじゃないしな。シニアデーにしちゃおうか。
よし、アウェイ観戦ツアー、12明けとく日本バカみたい。いやそんなことないでしょ。先生も69番さんいらっしゃいませ。で20番まあ来年いなくなるから大丈夫です。大丈夫です。あ、そうなんだ。しまったな。まあいっか。お、どうした？小島選手。うわ、もうヒット。あ、すごい。みんなヒットしてる。いきなり清水戦ですよ。いいね。全員全員ヒットしてるわ。はい、ワク&グーというぐらい、ユキスリーサインの詳細。おしおし、戻ってきた戻ってきた。選手は取ってない。あれはユースから上げてきた選手。おお、いいねいいね。あ、全員活躍してきたらしいよ。ユースラインヒット、まあ確かにそうか。で、ユース出身だからそらヒットしないとあかんやろ。そういうことね。ヒットしても売られる運命、監督好きです。ということで1381番サイレーションさん起きたか。レベル2。うわー、だが予選敗退。うわー、何無垢ばっか取ってんの、暴れるぞてめえ。ということで沖縄在住フリーガンサイレーションさん、今のユースです。全部お前すらさ、早くストッパーになっちゃったら、ちょっと待ってくれ。楽しんできただけ。どっちでもいいんだけどさ、まあ、サイドバックにしとこう。予選敗退だ。うわー、恐ろしいな。お、神枠始まってるやん。はい、ということで天助サイドしません。よくあることです。よし、で、いや3バックにはしません。今のこの形が一番安定してるんで。いやー、そんなにすぐには優勝できないからな。で、こうしてボランチの選手1人入れときたい。 OK、 入れといた。で、まあ、能力値相当低いけどね、しょうがない。今日中に優勝できなかったらもうどうなるかわからない。アンキャッシュウルちゃん、どういうこと。今日中に優勝できないよ。俺も全員に上がったけどボコボコです。うん、ですよね。1年目は相当厳しいよね。塩谷がな、安定してくれればいいんだけどな。で、覚醒練習はもうさしてるね。特別練習、コーンドリブルで、コーンドリブルで、あと、コーンドリブルが意味があるのはどれだろう。コーンドリブル、セカンドアタッカーか。うん、このこれが好きなんですよね。1394番サイレーションさん、これが好きだからこれやってる感じかな。アンカー、アンカーはこれは伸びないのか。まあ先立つものがないとポジション埋めてない選手取れないからね。やっぱアタッカーでセカンド、ムービングアンカーでしょ。クロッサー、セントラルミッドフィルダー、セントラルミッド、塩谷のボード場所ね。了解、後で変えとくね。じゃあトリックスターかセカンドアタッカーかセンターフォワード。ん、昨日は2時間枠かな、2時間ちょい枠やったような気がするよ。一応ちょっと待って、ここら辺はどうや。コーンドリブル、サイド、あ、そうなんだ。ということで1403番さんいらっしゃいませ。1400番さんもいらっしゃいませ。まあ、みんなやってんだな。面白いよね実際。コーンドリブル、年齢で合わせてもいい。28歳、出身地同士で今後も出たことはある。
そうなんだ。じゃあ22歳、まあでもね、いや、ハラハラはね残す形でいこうかなと思ってます。コーンドリブルないんだよな。いや、できればねコーンドリブルができるプレイメーカー、プレイメーカーってどっかいる？いた。コーンドリブル、え、これなんでこうなっちゃった方がいいかも。わら、400超えるくらいのオファーくればね。わこっちうどん、ウーロンさえいらっしゃいませ。小手は残しだけありがとうございます。まあいっか、これで。で、試合の時は休まして、いや、あのね、これだけはちょっとね、攻略サイト見ないと誰にどの練習させればいいかが分かんなくなっちゃうんですよね。特別練習ってやつが、その成長の波形があるんですよね。なのでちょっとそこだけはね、攻略サイト見ないと分かんなくなっちゃうんですよね、すいませんね、そういうもんなんですよ、ここだけはね。あ、一応私が見てる攻略サイトはこれですね。まあ、なんて言うんだろう、これはなんて言うんだろうな、攻略情報っていうよりは、成長、知っとるな、聞くなよこういうのを見てます。はい、じゃあ行きましょう。で、で、これで OK ね。で、ひぞっこ設定はまだ組めない。 OK。 ペドロ、ジュニオール獲得して、マリオ、そういうの取れないから今こうなってるんだよ全部好きな選手揃えたいけどね、2億しかないんですよ。安倍首相早く引退して、いや本当ですよ、左サイドバックどうにかしないとね。よし行こう。お金ないんですよ本当にまあ皆さんもね、島尻でやったら分かると思うんですけど、相当最初は難しいと思いますよ。よし、まずはお金ですよ。10年ぐらいまで行くとね、そうなんよね、10年ぐらい行くとだいぶ楽になると思うんだけど。俺、地元でやっとる。あ、そうなんだ、地元でやってるんですね、いいっすね。まあ、地元はね、まあ、種類によって相当違う、ね、ゲームのウィキですよまあ、島尻は海外のスーパースター、あー、ゴールキーパーかな、取るならまたはフォワードで。清水って今どんな感じ？スタジアム回復。あ、もう小野いないんだ。この時小野いないんだね。あ、小野引退した、これもしかしたら。クイーンもいるね。スター呼びたけど金が高いよね。ネイチャーモンキーさんいらっしゃいませ。いや、グルノーブルいるからな。そうそう、町おこしですよこれ。笑い笑い、高原いますよ。よし行こう、試合開始、ドン。頼むぞ監督、眠気を飛ばす言葉お願いします。ボスナー頑張れ。よし頼むぞ。うわっ、うわ、危ない。この下に下がる気がする。いや、小野ね、一回いたような気がするんで、多分引退したんだと思います。1439番さえいらっしゃいません。今、何ぐらい？今、12位か13位。まあ、J2 に落ちることは今のところなさそうですね。それで、コミュニティのね、参加ありがとうございます。多分 J2 に下がるのは、もっと勝てないチームだと思うんで、一応勝ってるんでね、何回か、まあ、そこは安心してやってるんですよね。頼むぞ、落ちて、後半戦です。あー、くそ、向こうからか。頼む。お、ダメか、弾いちゃった。変えるか、こいつに決められちゃうんだもんな。センターバックも変える必要があるかな。そうそう、アーセナルですよ。まあ、結局グルノーブルですけど。頼むぞ、毎春頼む。岩下も取った方がいいかな。
いけるか、いけるか、押し切る。1457番線でしません。いいぞ、つないで、いいよ、なあ、クリア。ちょっと、ああ、ちょっとクリアじゃん今の。どうする、どうする、どうする。宇佐美が光ってない。宇佐美を交代する選手がいないから柿田に行くか。ここで頼む、頼むぞ柿田に。オッケー、よしよしよし。そうね、点は取りづらくなったね、確かに。あー入らんか。うわーマジか、やめてよ。うわー、どうしたどうした。ちょっと待って、これちょっとまずいよ。まあ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 、頼むぞ。1点返そう、返そう、返そう。ちょっと厳しいね。うわ、岩下イケメン持ちなの。うわーマジか、こんなにやられるんだ。ダメだな。うん、前半戦よりも悪いな流れが。ちょっと待てよ。前瞬スーパーフィールドで出してからの上がった終了。ディフェンスがクスすぎるんじゃね。いやそんなにクソでもないような気がするんだけどな。ファール多めじゃなかったっけ。そうなんだ、ちょっと待てよ。前瞬エスパルスのスタイルはショートカウンターですからな。ここ変えて頼む、アーリークロスで。こんばんは、何ですか。いったか、今はね12位か13位ということで、1485番線でしょ。ません、代表帰ってきたよ、もう代表帰ってきてる。負けちゃった。大江の木まだクビにならんの。一人でやってたテコテンパンだとヒステリ起こす笑。これはきついな。12位ですね今。危ない。でエスパース1位ですね。フォワードと塩屋入れ替えはどうなったの。あ、そうだった、忘れてた。帰ってきてたの。そうそう、帰ってきますよ。こんくらい強ければな。代表帰ってきからこの参上、小島は強てたし、ユース上がりの中で育ててもいいかもしれない人物だな。そういう感じでやろうか。了解です。で清水つい笑い笑い、強いっすね。で、練習で後半用の戦術用意するのも検討してみて。そうね、確かに。ここ変えたらどうなの。変わってんのかな。7000人笑い笑い。そう7000人ですよ。あと165万、早いとこカードキャプターと小島入れ替えたいな。まあそこまで育ってくれればいいけどね。 OK 行こう。連携は、連携はまあまあついてる。まあずっと所持してるかな。リードされてるパターンとか、してるパターン、動線とか、サッカー好きなの。好きですね。サッカーずっとやってました。外国人のストライカー取れよ。取りたい。だからヒンケル取ってるじゃん。で、覚醒練習で。六角形は11人の能力で決まるから、フォアだと入れ替えやってもグラフの大きさは動かないよ。了解です。で頼むぞ。でストライカー言います。